こんにちは、いくこです。今回は花粉症が治っちゃった話をしたいと思います。私もう、かれこれ 4,5 年前ですけど、実は花粉症でした。アレルギーの薬を飲んだり、あともう布団は外に干せないし、洗濯物も干せないし、外から帰ったらもう花粉がつくので苦しくて、いつもこうティッシュを鼻に詰めたり、あと寝るときはマスクをしてこう乾燥しないようにしたりして寝ていたり、あと仕事中ももう鼻水が垂れちゃうので、もう抑えながらこうパソコン、こう電源をめくって入力みたいな、そんな日々を過ごしてたんですけど、ちょうどその 4,5 年前、5、6年前かなに、まあめちゃめちゃ私太ってたんですよまあ今もそんなに体重内緒ですけど、すごく太っててで、ちょうどその時に出会った、整体の先生のところで、ダイエットを一緒にやろうみたいな会みたいなのがあって、そこに入って、お友達と一緒に食事制限とか運動とか、あと骨格のをね上手にやってもらったり、ほぐしてもらったり、運動したり、なんかいろいろやって、で半年1年ぐらいで17キロぐらい痩せたんですね。また戻ってますよ、今戻ってますよなんですけど、それぐらい痩せて、そしたらなぜか花粉症が治ってましたまあ多分ですけど、その食生活だと思います。そのダイエットの仕方が、まあ小麦粉をやめましょうみたいな、小麦粉食べちゃダメっていう感じのダイエットをしてたんですけど、食べてたのはリンゴとヨーグルトとあとココア飲んでました。甘いやつ、朝ココア飲んで、で、リンゴにヨーグルトをかけて、ちょっと蜂蜜とかかけて、あとね、きな粉とかかけたり、いろいろアレンジしながら、まあ、ほぼリンゴヨーグルトで生きてました。そしたら、なんか、どんどん痩せてくし、あ、でも、1日1食ぐらいは普通の、ご飯、小麦粉抜きのご飯、ご飯っていうかね、夕食を食べて、で運動もして動画見ながらこうエクササイズみたいなやつやったりで、体重測って先生に報告しないといけないので、気が引き締まってダイエットにも身が入ってみたいな感じで毎日やっていたら、いつの間にか花粉症が治ってました。多分やっぱり食生活で、でその頃デトックスも興味があって、足湯デトックスをやりに行ったりして、毒素を体から出そうと思って一生懸命やってたので、それも良かったのかもしれないです。なので小麦粉抜いてダイエットしたら花粉症治りましたの話でしたはい、今回は以上です。無理なダイエットはおすすめしませんが、適度なダイエットで頑張れば花粉症治っちゃうかもしれません。ではまたねー。